ビエラリンク、ビエラリンク、ビエラリンクとはパナソニックが採用する AV 機器同士を HDMI で接続し一つの操作系、リモコン等ですべての機器を制御可能とする機能の名称である。これは HDMI の標準規格に織り込まれているセック、コンシューマーエレクトロニクスコントロールをベースにパナソニックが独自の拡張を行ったものであり、完全な機能を利用するには、 ィエラリンク対応製品ある必要がある。正式名称は、肌火コントロール、なおセックコマンド自体は、パナソニック独自の技術ではなく、共通部分については、他社の対応機器との互換性も保たれている。対応機器を HDMI ケーブル1本で接続するだけで、映像と音声の出力以外に、対応機器のリモコン1台で、他の接続機器の操作ができる。 従来のように機器に合わせてリモコンを持ち替える必要がなくなり操作性が向上した。また操作に応じて各機器を自動的に適正なモードに切り替える統合制御が可能であり、例えば DVDBD を見る場合、従来ならテレビと DVD レコーダー BD レコーダーの電源を入れてテレビの入力を切り替える一連の作業が必要とされたのに対し、ビエラリンクでは DVD pd レコーダーの電源を入れるだけでテレビ電源が同時に入り入力切り替えも同時に行われるシステムである。2006年平成18年3月8日に発表され、同年4月より製品化が始まった。同じ年に少し遅れて登場したシャープのアクオス、ファミリンクと共に両社の売り上げアップに貢献している。同社はパナソニック純正の HDMI ケーブル、 ビエラリンクパワーケーブルを推奨している HDMI 及びビエラリンクに準拠していない他社製ケーブルでは動作しない場合あり。なおビエラの広告で見られるキャッチコピービエラにリンクはその対象がビエラリンクでの接続に限ったものではないため注意を要する。こうしたビエラリンクの対等によりビエラ薄型テレビに搭載されている従来型 AV。 入出力端子数は、年式が進むごとに徐々に削減。特に2011年春モデルのビエラは、モニター出力、IR システム S2、S1 映像入出力の、各端子が全廃され、ビデオ入力端子数も削減されている、側面ビデオ入力端子が廃止され、後面端子のみ。上位モデルは2系統、普及モデルは D 端子も含め1系統のみ。 このためアナログチューナーのみ、搭載の従来型録画機によるデジタル放送録画は不可となり、SVHS WVHS D VHS の各ビデオデッキは汎用型 VHS デッキ同様、コンポジット映像ケーブルでしか繋げなくなった。なお D が BD レコーダー DVD レコーダーは2011年春。 秋も出でも従来通り S2、S1 入出力端子を標準装備している、地デジ専用モデル DMR G1、G100、BF200、BR30、3D 普及モデル DMR BRT210 を除く。さらに2011年、平成23年1月以降製造の機種には、著作権保護の観点から D 端子における出力解像度を D2 以下の SD 画質に制限する新アックス規定が適用され D3 以上の端子を持つ TV 受像機と接続しても D 接続によるハイビジョン映像伝送は不可。ハイビジョン画質が楽しめるのは HDMI 接続した場合に限られる方式へと改められた。2014年1月以降製造のモデルからはアックス規定が現行よりさらに厳しくなり、 D 端子による映像伝送が全面禁止となる。このため2011年以降製造モデルでは S 端子のみならず D 端子を廃止する機種登場している。ビエラでも2011年以降 D 端子を廃止する機種が登場。パナソニックディーガでは地デジ専用機 DMR G1、G100 BR、BR30、BF200 と 3D 普及機。 BRT210 が D 端子を廃止。なおモニター出力あるいはアナログ音声出力、ビデオ入力にとの切り替え式端子搭載。ビエラの場合、HDMI 端子に入力された音声信号もアナログ変換した上で出力する。D 端子に入力された信号も音声未出力。ただし、サラウンド信号と S2、S1D 端子、HDMI の各映像信号は、 モニター出力端子より出力されない映像信号はアナログに変換したデジタル放送とビデオ入力端子に入力されたコンジット信号のみをモニター端子より出力。s にモニター出力端子搭載ビエラはデジタル放送と S1 入力端子からの信号をアナログ変換して出力。HDMI 接続よびビエラリモコンによる連動操作が可能なディシアターは一組につき。 1> 各1台のみ、セレクターを介して、同一系統に2台以上直列で HDMI 接続するとエラー表示が出る。市販の HDM i セレクターを介した直列接続は不可。ビエラリンクには、世代があり同じバージョン同士のビエラとジガ、及び周辺機器を HDMI 接続した時のみ、基本機能以外にも以下の機能が使用可能である。 基本的に年に一度バージョン変更が行われており、アップデート等で機能追加は行われない。4月下旬発売予定。Bluetooth に対応しており、スマートフォンやタブレット端末の音声もワイヤレス再生可能。全機種 3D 映像出力対応。3 d ビエラと HDMI 接続した場合のみ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。